若葉は2004年9月27日から2005年3月26日まで放送された連続テレビ小説第71作目 NHK 大阪放送局制作物語の主要な舞台は兵庫県と宮崎県コンセプトは街と家族の再生ヒロインは2004年4月オーディションで1913人の応募者の中から原田夏樹に決まった 完全版 DVD は未発売。写真はいずれも2004年11月の NHK 大阪施設見学会で撮影。建築家の父親を阪神淡路大震災で亡くした震災維持、高原若葉は宮崎で焼酎製造業を営む母の実家に身を寄せて育った。大学でガーデニングの勉強をし、建設会社への就職を目指すも、 社の経営破綻により内定が取り消されてしまう。代わりに就職した庭園管理業者で造園家として、阪神大震災からの復興を目指す途上、人生の伴侶と巡り合いなき父と共に夢見た理想の、住まい、緑の家構想の中でドラマは終了する。他撮影時、高校3年生だった、崎本大会は、若葉の撮影で、大阪と東京を往復しつつ、大学受験に臨んだ。 仕事と両立するために国立大学は諦めたが、総計の一般入試に現役合格。放送終了後、無事に慶應義塾大学へ進んだ。2005年8月、東京都の明治座で舞台が上演された。朝ドラが舞台化されるのは桜以来のことである。2006年2月には NHK 教育の番組、劇場への招待でテレビ放送された。 ビデオリサーチ NHK 庁の連続テレビ小説過去の視聴率データ進路新聞インタビューよりありがとうございます。